ソ連時代のある工場での話。イワノフはいつも使用時刻の10分後に来るので、とうとう KGB によって逮捕されてしまった。容疑は怠慢であった。同僚のアレクセイはいつも使用時刻の10分前に来るのだが、ある日、KGB によって逮捕されてしまった。容疑は西側のスパイであった。サーシャはいつも使用時刻ぴったりに来るのだが、ある日、KGB によって逮捕されてしまった。容疑は、日本製の時計を持っているに違いないであった。